月の女神スレネはひどく内気で孤独な女神でした。ある日、スレネはふと地上の平原に目を落としました。するとそこには羊の群れに囲まれるようにして眠る青年エンルミオンの姿がありました。その容姿は輝くばかりの美しさを放っていました。毎晩夢に現れる月の女神と逢瀬を重ねていたのです。